はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフジです。信長の野望創造戦国立志伝の信忠でのプレイですね、続きの方をプレイしていきたいと思います。前回もですね、ご報告させていただいたと思うんですけども、軍団の方を再編成をしてですね、一門衆を、信忠自身を合わせて5つに、軍団として分けました。まあ、それぞれ、対する大名家があってですね、まずは信雄、こちらが対毛利、そして信孝、これが、まあ、四国方面軍ということで主に長宗我部勢で、信純が上杉勢、そして、信兼が徳川勢ということでですね、まあ、それぞれ対する大名家に対して4つの軍団一門衆で構成しました。それに加えて信忠自身の決戦兵力として、安土、畿内、二条五条ですね、この辺りを信忠が治めているという軍団の構成になっています。でですね、前回ちょっと武将の、ね、偏りがありましたので、武将の方も少し散りばめました。まずは信孝のところに武将53で、信勝のところに武将56で、信純のところに武将41で、信兼のところに武将39というところで、多少、武将を、ね、分散させるような形にしました。で、今回はその続きになります。で、まずですね、ちょっと外交のところで言うと、朝廷工作は引き続き天海にやらせてます。ただこれだけだと少しね、厳しい情勢に追い込まれてますので、まずは家康に対しては贈り物、北条に対しても贈り物、まあ言ってみれば貢ぎ物ですね。これでですね、ちょっと北条と徳川のご機嫌を伺いつつ、毛利、上杉、長宗我部、ここに攻勢をかけていきたいなと思ってます。で、それに並行してですね、ちょっと味方のというか、自分のね、直轄領に関しても少し軍団の方をですね、いじって、軍団というかその、各城に配置している武将をね、少し見直していきたいなと思ってます。で、一つがですね、各武将の拠点にそれなりに戦える統率力の高い武将を配置したいなと思ってまして、そこをね、少しやっていこうかなと思ってます。まず御所には正範と、あとは増田長盛、政治力が高いですからね、この2人を新たに入れつつ、あとはまあどうでしょう、この三木さんあたりを入れときますか。二条五所はね、この後発展をさせていきたいなと思ってますんでね。で、夫派城はいいとして、亀山もまあそんなに大きくないんでいいでしょう。で、長島城に関しては少しね、統率力の高い武将を入れていきたいなと思ってまして、ここに関しては加藤義明を入れていきましょう。いや、大谷義嗣を入れようかなって感じですね。で、この後ね、ちょっと城代とかも見直していきたいなと思ってます。松ヶ島含めて、長野城、長野城もちょっと武将を派遣していきましょうか。長野城に関しても武将を安土から派遣していきましょう。ここにはどうしようかな、安家あたりを入れていきましょうか。で、あとはここもね、今後発展させていきたいところではあるので、ここには長塚正義を入れていきましょう。政治力が高いので、内政という意味ではね、結構活躍してくれるんじゃないかなと思います。で、長島城からは逆に一人引き抜きましょう。こんなところでいいですかね。で、前回最後にね、お届けしたと思うんですけども、現在毛利方の拠点、まあ実際には奪われたところなんですけどね、この三木城とか、この辺りの攻略戦に入ってますので、ここをね、まずはしっかりと落としにかかりましょう。で、この後はですね、上杉勢に対して攻勢をかけていきたいなと思ってますので、まずはね、この毛利をある程度押し返した後に、
上杉勢、奥村助右衛門がここにいるんだな。花の刑事漫画ね、読んだことある方はこの奥村助右衛門のこの能力どうでしょう。統率64、武勇58、知略56、ちょっとね納得しがたいところではあるんですが、ここにいましたね。所属は朝宮にいるんだな。今後ちょっと場合によっては前田刑事と組ませて一暴れさせてあげたいところですね。であとはですね、今ここに秀吉が多分いる、ここは竹中重門か、そういう意味で言うと秀吉は今どこにいるんだ。秀吉をですねちょっとこの上杉勢に当てていきたいなと思ってます。紀雲城が上杉勢に取られますね、このままいくと。ここは紀雲城の防衛線に入っていきますか。承知いたしました。と同時に承知いたしました。出陣で城を取りに行きましょう。まずは桜山城に対して兵を動かしていきましょうか。出せる兵力がねちょっと限られているというのもあるんですが、これくらいの兵は出してあげましょう。出陣します。まずは上杉勢と毛利を押し返す。で、徳川と北条に関しては懐柔政策を取るというところでねやっていきたいと思います。1ターン2ターン送った後城代を任命し直していきたいなと思います。逃げたければ逃げなさい。で、長宗我部と毛利が戦い始めてるな。これは逆にいい傾向ですね。ここ長宗我部勢と毛利勢が戦ってますよね、室津城で。ここ潰し合いをしてくれれば儲けもんだな。出陣する。もう三木城は兼松の舞台で取りましょう。お任せください。腕が鳴るぜ。で、紀雲城がおそらく取られましたね。紀雲城が取られたので紀雲城の奪還をしないといけないですね、この後。出陣するぞ。紀雲城に対しては今上杉景勝と斎藤がいて、さらに利家とかもいるのか。ここはそれなりの兵力がいますね。ここに今当て込んでいくっていうのはどうなんだろう。ただ部隊数はそれなりにいるので、ここはそのまま部隊を出していきましょう。で、秀吉も今9000の兵を率いているので、この秀吉も紀雲城へと派遣していきましょう。これでなんとか紀雲城方面はどうにかなるかな。で、村上義明は撤退、官兵衛も撤退。戻るぞ。まあ、とりあえずここですね、三木城を取り返す。そして歓喜城も取り返す。これをやっていきましょう。我が策で勝利をつかみます。援軍が清水宗春が5000か。さらに香川君1000が迫ってますね。ここに対してはさらにじゃあ援軍を出していきましょう。出陣します。できるだけね取り返したいなと思う城に関しては積極的に軍勢を出していきましょう。早速ね、福島正則に率いらせればそれなりの戦力にはなってくれるんじゃないかなという期待ですね。よし、朝倉山は取り返せそうですね、このままいけば。さらに援軍後藤又兵衛1000も出ているので、ここは取り返しに行きましょう。
北条家に対して、贈り物 OK ですね。徳川に対しても贈り物を送りました。で、外交情勢を一変させたいので、報告します、このままですね、工作をしていきましょう。堀秀政は徳川家に対してやってますけど、秀政からこれを秀長にチェンジしましょう。で、北条に対しては引き続き石君にやってもらいましょうというところですね。で、上杉に対しては攻勢をかけつつ、長宗我部に対してもどうだろうな、今長宗我部と戦うべきか毛利を押し込むべきかっていうところなんですけど、ちょっとここはもう少し様子を見ましょう。今だとちょっと一旦戻しますけど、長宗我部勢と毛利勢が戦ってくれてるので、これ潰し合いこのまましてくれるのが一番いいですよね。ではこのまま進めていきますが、その前に回収関係を一通りバーっとやっていきますね。でですね、まあ、ちょっとツイッターの方ではお話したところもあるんですが、実は携帯がお亡くなりになりましてですね、今手元にあるとスマートフォン電話がいつだろうな、 3,4 年前にそのまだいわゆるシムフリースマホみたいなのが出回る前に海外でね使うために買ったデュアルシム構成っていう、当時あまりなかった、今でもあんまりないと思うんですけど、シムカードが2枚刺さる海外で使ってたね、すごい古いスマホを使っているのでかなり不便を感じているんですけど、しばらくはちょっとこの状態が続きそうです。というのもですね、だいたい修理に1週間から10日間ぐらいかかるよって言われてまして、でそんなかかんのっていう感じなんですけど、まあ、実際それくらい本当にかかったとしたら10日間ぐらいですね、今の状態というのが続いてしまいそうなので、しばらくちょっとツイッターとかもね頻繁に今までのような頻度で更新ができないんじゃないかなという心配もあるんですが、まあ、ちょいちょい変わらずにやれるところはやっていこうかなと思いますので、ぜひぜひお付き合いいただければと思います。では、今御所にはですね、本当は細川藤孝を城代に示したかったんですが、今出陣中ですね。長野城に関しては牛一君に任せましょう。で、桐山御所は官兵衛に任せたいんですが、今出陣中。松ヶ島に関しては高虎にやらせましょう。この辺りは変更なしでいいかな。亀山も今出陣中ですね。長島城は大谷義継に任せましょう。で、沢山城は小西行長、まあ、政治力高いですからね、まあ、この辺りでいいかな。で、あとは外交は先ほどやったのでお金がないので、これで一旦進めていきましょう。まあ、注目はやはりこの毛利戦線かな。清水宗春がどこを攻めてくるかというのもあるんですが、ではこれでターンを送っていきます。敵を追い詰めます。村上武吉も来てるんだなとなると、どうでしょう、援軍要請を出しましょう。関係城に対して池田恒興に援軍要請を出しましょう。さらに三好家に対してはこの三木城の攻略戦に兵を出してもらいましょう。今援軍を出せるのはそれくらいかな。では上杉戦線の方も見ていきます。上杉戦線の方は型がつきそうですね。となると次狙うのは大正寺城、合ってるかな読み方、ちょっと大正寺城も取るようにしちゃいましょうね。今はっきり言って上杉勢を狙うには絶好の好機なんですよね。大正寺城合ってますね。軍勢が紀雲城に今集結してますからね、敵方が。この紀雲城を取り返せればなお良しですけどね。
秀吉も1万の兵で出陣しているのでなんとかなるかもしれないですね。よし、ではターンを送っていきましょう。あと軍勢的に余裕があるところで言うと、ここはね、兵を小出しにするよりかは一気に兵を送っていった方がいいかなと思うので、毛利から城を2つほど奪いましょう。関係城と三木城で、関係城は取り返したんで、この後は輝元の居城、かしこまりました、関係城を狙いましょう。で、勝負すればどうだろう、姫路城も取れれば取りたいな。姫路城って交通の要衝ですからね。姫路城まで出兵をしていきましょうか。お任せください、お任せください。姫路城までなんとか取ったら一旦兵を引いて次に、長宗我部と同盟を結ぶのかどうかとかね、そのあたりを検討していきましょうか。で、その過程で浮田も取り込めれば一番いいですよね。止まれ、続きなさい。よし、換気扇を取りましたね。勝利をつかみます。そしたら浮田に関しては一旦どうでしょう、心中するかどうかっていう誓いの交渉をしてみますか。浮田くんはそうか、浮田は2つ城をまだ持ってるのか。浮田秀家と長房で合ってるのかな、五着に1つ城をまだ持ってるんだな。ってことは全部で拠点が2あるわけですね、浮田に関しては。では浮田にはどうしようかな。交渉の余地はないので、ちょっと迷うけど、浮田はできれば殺さずに味方に取り込みたかったかなと思うんですが、もう少し奥まで進まないとダメかな。もうちょっと奥まで入り込みましょう。朝倉山結構苦戦してるな。で、いやー、なかなかの軍勢が迫ってますね。騎乗する。ちょっとここは一旦朝倉山大勝寺城の攻略を諦めましょう。で、どちらかというとここだな、紀雲城がなかなか頑強な守りになってますね今だと。で、あとは回収系で、今までどちらかというとその門をね、大きくしようとしてたんですけど、だいぶ信忠の直轄領に関してはいきなり敵に攻められるっていうような形ではなくなってきてるので、どちらかというとね、天守を三層天守ぐらいまでにして兵力を増やしていくっていう方向にちょっと考えを変えていきましょう。で、今官兵衛が戻っていたので、官兵衛を城代へと任命していきましょう。桐山御所は、桐山御所、長野城、いや桐山御所だ。桐山御所は官兵衛にしたいけど官兵衛はいないか。
官兵衛が戻ってるかなと思ったんですが、戻ってないね。だったらこのままにしておきましょう。で、さっき取った城ですね。ここは地業として信勝に与えます。直轄にしとく意味はあまりありませんからね。関係城と三木城を新たに加えるというところですね。ではこのままちょっと様子を見ましょう。でここはもう一気にね城攻めした方がいいかなとは思うんですが、食い止めてくれてる間に城が落ちればいいかな。よし、朝倉山取り返しました、ね、で機運城がなかなか厳しいのか。ちょっとここはじゃあ回戦して一気に決めに行きますか。そうこうしてるうちに味方の援軍、敵の援軍が出揃うんじゃないかなと思うんで、なかなか援軍が到着する気配はないかな。かしこまりました。これで決めるぞ。そしたら一旦合戦を中断して、機運城はちょっとその趨勢を見守りましょう。で敵は一旦引いていくわけだな。ってことはここで改めて大正寺城の攻略戦に入っていきましょう。それなりの数がいるし、なんといっても機運城に上杉の主力が今集結してますからね。この隙に一気に大正寺城まで取りましょう。でそのためには援軍を出させます。庭長重に援軍、さらにはどうだろう、出陣要請もしといた方がいいかな。大正寺城に対して兵を出していきましょう。まあこんなもんでいいでしょう。合わせて兵7000ですね、を出兵させましたと。んで信忠自らもどうだろうな、攻略に入っていきましょうか。で福島も朝則も攻略戦に入っていきましょう。お任せください。で蒲生氏郷も行きます。これ思ったより押し返せるかもしれないな。毛利を完全に屈服させることができたらどうだろう。一旦長宗我部と和睦するべきか、それとも毛利と和睦するべきか、それとも毛利長宗我部両方相手にするべきか、ちょっと悩ましい展開になりますね。で家康を北条とは、まあ、一刻も早く同盟を結んでしまって上杉潰しに入るというところですね。ではターンを送っていきましょう。お味方が捕らえられました。どこで味方が捕らえられたの。表情を始めます。姫路にて3000の味方が8000の敵、5着で9000、うん、姫路だなやっぱり今危ないのは。報告します。先月の収支です。報告します。で、建設はやっていきましょうというところ。その前に改修かな。いやー建設もちゃんとやっとくか。ま、適当でいいとは思うんですが、もうここまで来たらね、どちらかというと金が今ない、金不足ですね。完全に金が不足してるんで、もう商人町を乱立させていきましょう。待て、ここは何があるんだ。ここは鉱脈があるんだ。鉱脈があるんだったら鉱山町作ってあげた方がきっと割がいいですよね。
まあ、今一番欲しいのはやっぱりお金、信長の野望に限らずお金が普通に欲しいですけどね、遊ぶお金がね。やっぱり海外旅行にね、特に市で行く方、仕事で行くときはね全然構わないんですけど、遊びで行くときはやっぱりホテル代とかがね、飛行機代も含めて結構かさみますからね。そういう意味で言うとやっぱりお金はいくらあっても困らないというか、あればあるだけ嬉しいですよね。まあ誰もがそうだと思うんですが、さてさて、今二の丸を作っていて四艘天守にもなった。二条御所はもうある程度完成したかな。で、長野城は今二艘天守に作り替え中なので、堀をこの先に備えて石垣まで持っていくようにしましょう。まあ、どの城に関しても同じですけどね。で、お金がなくなって、かつ、兵糧もちょっと心配になってきたな。ここは、やっぱりこの姫路城を落としたら一旦撤兵した方がいいかな。で、あとは、今取った城を、地業で与えていきましょう。もうここはね、信澄にガンガン攻めてもらいたいなというところなので、信澄に対して加増加増でいきましょう。上杉領を取ったら取った分だけ。我が戦お見せしましょう。あなた方はもう終わりですね。5着を取ったね。あなた方はもう終わりですね。5着を取ったので、5着にいた部隊を姫路まで派遣していきましょう。で、姫路を取ったら本当に一旦ね、撤兵させていこうかなというところですね。戻ります、騎乗します。で、上杉勢に対しては引き続き攻撃隊を送っていきましょう。我が策で勝利をつかみます。敵将撃ち取りました。逃げられはせぬ。で、長宗我部と毛利、本当にどっちをね、その次の主な攻略目標にするかっていうのは、ちょっとそろそろ真剣に考えていかないといけないかな。この後、まあ、ぶっちゃけ戦うんだったら毛利になるのか、長宗我部になるのかっていうと、勢力的には長宗我部が7万9000、まあ、約8万ですね。毛利が10万で、織田が18万。まあ織田の全兵力をぶつけてやっと毛利長宗我部と互角っていう感じですね。ただ当然ですけど、そういうわけにはいかないので、どちらかとある程度吉見を通じておきたい。ここは一旦長宗我部と組んでおきましょうか。というわけで、長宗我部に対して、そうだな、大谷義次あたりを送っておきましょう。で、徳川北条とは今吉見を通じようと頑張ってるので、このままでいいでしょう。ここでもうある程度目処がついたら、議場しましょう。兵は返していきましょう。問題は上杉勢だな。この機運城がなかなかどうして厳しい戦いになってますよね。機運城で少し成果を出しておかないと心配は心配だな。逃げられませぬ。みんな明日新たな世を作るのだ。敵将、この秀吉が討ち取った。よしよしよし。ここは秀吉と竹中重門でなんとかなりそうだな。となると欲を出して、どうだろう、金沢城とかまで進軍しますか。金沢福光、この辺りまで攻めかかりたいなって感じになりますね。で、数の少ない減税に関してはもう返していきましょう。かしこまりました。1000未満は帰らせましょう。あまり数を置いておいても。
小さい部隊は邪魔なだけですからね。かしこまりました。ちょっと金沢城が攻略できるかどうか金沢まで進軍していきましょう。あなた方はよし、姫路を取りましたね。なので姫路から信忠を含めて兵を撤収させます。起乗しましょう。城へ戻る。で姫路城は例によって、信勝に与えていきます。逃げ道などないぞ。我が戦お見せしましょう。敵の主力がこちらに回ってきたのか。影勝もこっちに回ってきましたね。お任せくだされ。紀雲城は何としても取り返しましょう。でさっき取った姫路城は例によって先ほど話したように信勝に与えていきましょう。これで信勝もかなり大きな軍団になったんじゃないかな。加勢いたす。で紀雲城はこれで取れるでしょうというところですね。始めようか。ここは全員召し抱えましょう。表情を始めます。報告いたします。先月の終始です。だいぶ報告いたします。反抗作戦がなってきた感じがあるな。でここで、敵の軍勢を食い止めている間に大勝利を取れれば御の字だな。で紀雲城も取り返せればなおよし。うん、なんか先がだいぶ見えてきた感じですね。やっぱり今は軍勢の数が欲しいので、まあ、ひたすらに数をね揃えていくための天守をでかくするっていうところをやっていきましょう。金銭不足か。やっぱ金がないんだよね。よし、ではこれでターンを送っていきます。お金がねないですからね。ここはどうだろう。蹴りをつけたいけどな。攻め込め。お味方が捕らえられました。よし、金銀城は取ったと。で味方が捕らえられたと言っているけど、戦闘先端が開いているのは大丈夫だね。長宗我部が毛利に対してやっぱり侵攻している感じがあるな。となると三陽ではなく三陰から攻めた方がいい感じがしますね。もし毛利を攻めるんだったら、毛利輝元がちょっと勢力を弱めつつある感じか。島津は毛利と同盟中で、龍造寺は滅んでいて、大友がちょっと苦戦中って感じかな。まあまあこんなところかなというところですね。徳川と今ことを構えたくないので、やっぱりどうしてもね上杉をもうちょっと食っておきたいというところが本音です。もし大将を取った。そしたらこれで一旦兵を全部撤兵させていきましょう。起乗する。本当は金沢まで攻め込みたいなという思いもあるんですが、どうだろう、金沢まで行けるかな。兵の数でいうと
金沢のところには兵が3700か。それなりにいて、武将数としてはあまりいないけど、兵力が4000。この4000はちょっと今すぐ相手にする兵力ではないので、一旦騎乗させていきましょう。騎乗する、戻ります。で、一旦兵を全部引いて、で改めて次どこを狙うかっていうのをちょっと考えていきましょうか。はい、というところで一旦今回はここまでにして、次回ですね、しっかりとどこを次狙うのか、引き続き上杉にするのか、毛利に一気に兵を進めるのか考えていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。